西暦2022年7月23日改めまして福山雅治です。ねえ、自然な流れで大竹栄一さん、君は天然、永遠の名曲ですよね。いや、本当に名曲ですね。夏が来るとなんかやっぱ聴きたくなるもん。なりますね。まあ、夏以外でも聴くんだけど、うん、このカラッとこう太陽が照りつける時に聴くとなんか心がロングバケーションするよね。あとあのジャケットも浮かぶできますよね。浮かぶ浮かぶ、ね、あそこ行きたいのよ。行ってみたいですね。あのジャケットの世界に、うん、行きたいのよ。行きたいですね。行けてないのよ。中学の頃持ってて部屋に飾ってたのに、はい、あの世界に行けてないな、うん、行かなきゃもう、うん、さあ今週の福のラジオはリスナーから私福山へのありがとうも紹介しつつお届けしつつのプログラム、東京 FM キーステーションに全国38局をネット、福山さる福のラジオ、今日も最後までよろしく。福山さる福のラジオ、この番組はキューピー、第一三共ヘルスケア、楽天カードの提供でお送りします。不思議です。なんだかおかわりしたくなるサラダボウルできました。キューピーハーフはおかげさまで発売30周年。日頃のご愛顧に感謝を込めて、マイサラダボールプレゼントキャンペーン実施中。大きなサラダボール1つと小さなサラダボール5つ、全部で6つのサラダボールセットが抽選で5000名様に当たります。赤、青、緑、黄色に茶色、カラフルで可愛いキューピーと野菜のデザイン、小さなサラダボールが5つ、ちょっと多い？いえいえ、そんなことはありません。一人に一つお茶碗があるように、一人に一つマイサラダボールがあればきっと毎日サラダを食べたくなる。お気に入りのサラダボールでおかわりしよう。あなたは何色？応募締め切りは7月31日まで。詳しくはキューピーハーフサイトをご覧ください。マサハル福山福のラジオ、東京 FM からお届け中、福山雅治福のラジオ、7月23日、今日は土用丑の日。まあちょっと毎年言うてますけどね、うん、これちょっと改めて清水さん、土用丑の日を、はい、江戸時代に始まった風習でですね、仕掛け人は平賀源内さんと、はい、うなぎの旬は秋から冬で夏に売れない食材、そこでうなぎ屋さんが、うん、平賀源内さんに相談したところ、はい、店先に看板を出してみてはと提案して、うん、結果店は繁盛して、うん、それが風習になったっていうことらしいですよ。まあそうですよね。これなんか毎年言ってるような気がする。そうですね、言ってますね、はい、うん、うなぎ食べます？僕お寿司屋さんで出てくるうなぎ、流れの中で出てくるうなぎを食べるって感じなので、はい、うなぎだけを食べに行くことないな。ガツンと、はい、僕ね、たまにうなぎの小骨が喉に刺さるんですよ。おー、はいはい。この間もね、うん、僕埼玉のライブの1日目は、はい、うん、右側の扁桃腺のとこにうなぎの小骨が刺さったままやってました。マジですか？マジ。うなぎ食べてたんですかそれ？出たんですよ、食事で。はいはい。まあね、埼玉、川越とか浦和とかってうなぎが有名ですから、ね。ああ、だからなのかな、うん、本番前、いや違うかな、前日だったかな、はい、あれ小骨刺さってると思って感じてたんですか？感じてたんだけど、はい、まあ小骨ってほらよくご飯と一緒に食べると、そうですね、飲み込むと外れるって言うじゃん、はいはいはい、何食べても外れないのよ。でありますね、取れない時で、こうマグライトで見てみたら、うん、またね、僕扁桃腺持ちなんだけど、はい、扁桃腺のちょっと裏側にこう、うん、こうグイッてするとチラリと見えてくる、はい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 、いたと思って、はい、いたいたこいつだと思って、うん、どうしようかなと思って、これ本番前に、はい、自分で毛抜きでこう引っ張って、もし扁桃腺傷つけて血出たりしたらなんかそう気になるから、うんうん、ちょっとやめとこうと思って、うん、ほっとこってで初日はそれでやったんです、はい、埼玉のスーパーアリーナの初日、はい、で2日目お休みだったじゃないですか、はいはい、1日空いて、まあ一日なんかいろいろ食べてたら外れるかな、取れるかなと思ったんだけど、うん、何を食べても外れないのよ。はい、
でもいよいよこう2日目、うん、埼玉の、うん、このままやんのやだなと思って、うん、気になってもう意を決して、はい、もう本番前に、はいはい、もうメイクとか終わった後に、うん、マグライトで見ながら、はい、鏡を見ながら自分で毛抜きでピッて抜きましたよ、はい、取れました取れた取れた傷つかず傷つかず素晴らしいしっかり刺さってたね割と長かったでも痛さはなかったんですか全くないですあよならよかったです、ね、ただほらなんかこう分かります引っかかるじゃん、うん、なんか分かりますあのうなぎの小骨はいまあ魚の骨とか全般そうですよね俺ねうなぎの小骨が特に刺さるのよあ本当ですかだからそういう意味ではちょっとうなぎ敬遠しがちではあるはいはいはい嫌いじゃないけどもちろん味は大好きなんだけど、うんうん、人生の中で5回は刺さってると思うよ多分うなぎ屋ですかうなぎが大体全部うなぎだねいや相性っていうかあれが合わないんですねうなぎとのね、うん、俺は好きなのにねいやうなぎも好きだと思うよ俺のこと、うん、好きだと思いますよ両思いだと思うんだけど、うん邪魔するのよ小骨がそうですね邪魔してきますねこの太田リーディング行けなくなったなこれうなぎの話で3つぐらい行きますか行けるじゃあちょっと急いで行きましょう尺がなくなっちゃう、うん、はい太田リーディング静岡県富士市のですね、七美月ちゃんからです福山さんこんにちはこんにちは初めてのメールですありがとうございます私には気に入って聞いている静岡のラジオ番組があるのですがそのラジオパーソナリティが福山さんのとにかく大ファンなんですありがとうございますそれを強く感じた放送回がありました福山さんが2月に静岡でライブを行った際影アナとしてアナウンスをしたことを涙ながらに報告していたんですライブが開催できたという感動とスタッフたちの力もちろん福山さんにお仕事で関われたこと様々なことからグッと来ているようでした ありがとうございますリスナーさんからもライブに行った方がたくさんいて影アナ担当していましたよねってメールが紹介されていましたその感動はとどまることを知らずその後ニュースを読んだ時まで涙で声が詰まっていました涙声でねありがとうね基本的にクールなパーソナリティなのでここまで心震わせることができる福山さんってどんな人なんだと改めて思い私も福のラジオを毎週聞くようになりましたあその入り口ねスーパースターという認識しかなかったのですが今はなんて面白い人なんだと驚いていますそのパーソナリティの方のお名前は優子武田さんですあ武田優子さんは僕も認識しておりますよおお、はい、書いてありますねがっつりあのプロフィールに好きな音楽福山雅治ありがとうございますアメリカの大学を卒業したので英語の通訳ができますすごいすごいですねありがとうございますでもそういうあの武田さんがいらっしゃったからこそ、うん、七美月ちゃんは僕のラジオも聞いてくれるようになったっていう、ねうん、嬉しいですねご縁ですね、ご縁いただいたもう武田さんにご縁いただきました七美月さんぜひご入会をラジオの向こう側のもう一階層深いところがありますから、はい、ぜひご入会をまあ、あとねライブにね来ていただいてたりもうぜひご参加をライブも、うん、ねラジオもいいんですよラジオだけでもいいんだけど、うん、ラジオ僕ねあのねあの清水さんねラジオディレクターの清水さんもそうだし、はい、僕のラジオに携わってくれてるスタッフさんやマネージャーさんたちみんな知ってると思うんだけど、はい、もしラジオをね面白いと思ってくださってるとするならば、うん、この面白さって本当に上積みのとこですよねそうですねそうですもう湯葉ですよ湯葉はいもっとねこう下があるんですありますねボトムがはいこれねもっともっとボトムがあってそこをちょっともっと知っていただきたいな、うん、そのためにはぜひご入会とライブへのご参加と強くお勧めします武田さんありがとうございましたまだ翔吾さんでマネーね、これも密会でカバーやらせてもらったんですよこれはねもう事前に僕が自分で宅録形式で宅録、はい、形式って言ったってもうリハーサル入ってからやるんだけど、うん、打ち込みを作って、はい、ギターも自分で弾いて、はい、オーバーダビング的に本番で
自分が弾くフレーズは決めて、はい、でシンセも打ち込んで、であとはマタロウさんのスペースを空けて、こうドラムのスペースを空けて、でベースも僕が打ち込んでっていう、はい、まあ打ち込んでっていうか、まあ、これ弾いてるか、うんうん、トラックを作ってやったんですよ、コーラスも入れて作ってたんですね。だから結構時間かかっちゃって、リハに、うん、この曲以外にもトラック作ってやった曲があるんで、うん、はい、カバーといっても、うん、なんかさらっと弾き語りでやったっていうことではなく、うん、しっかり作り込んだものでやってるんですよ。ね、先週3日に行かれた方は多分びっくりしたでしょうけど、まさかそこまで作り込んでるとは思わないで、それはね、あのそうじゃないとやっぱりこの曲の良さが引き出されないと思ったものに関しては、うん、僕がいいなと思ってる、この楽曲のいいなと思ってる部分を表現するためにはこういうトラックを作らないと良さが、僕がいいなと思ってる表現ができないっていう楽曲に関しては、はい、トラックを作りました、うん、4曲、はい、4曲作ったのかな、トラックを作ったの、うん、やっぱりこう弾き語りだけで成立するものとそうじゃないものってやっぱあるんで、はい、うん、また詳しくは、うん、来週にでも感想を交えながらお届けしたいと思います、はい、あの来週はもうネタバレ OK なので、うん、ご感想をお聞かせください、よろしくお願いします。お送りしたのは浜田省吾さんでマネーでした。マサハル福山福のラジオ。歯周病予報です。飲み会シーズン、田中さん宅では5日連続で歯磨きしないでそのまま寝ちゃう記録を更新。歯周病が心配な季節になるでしょう。将来的には磨く歯もなくなってしまう恐れがあります。歯周病予防歯磨き、クリーンデンタルがお送りしました。そろそろ2時間になります。休憩しませんか？カーナビってそんなことまで教えてくれるんだ。まあでも先急いでるしまだ大丈夫かな。まもなく限界です、ご注意ください。限界？何の？休憩しませんか？だから平気だってば。限界に近づきました、案内を終了します。え？てか限界って何？いて長時間座りっぱなしで辛い腰の痛み、筋肉痛にロキソニン EX テープ L 新登場、第2類医薬品。運転お疲れ様でした。マサハル福山福のラジオ。ツイッターはじめ各種 SNS でリスナーさん同士交流しつつ楽しんでいただきたい、東京 FM キーステーションにお届け中、福山雅治福のラジオ。では続いてはこちら。福山さんありがとう。何なの？いやもうこれ今波さんが大好きで、やだもう今波さん肝入りのこのコーナー、はい、先月ご紹介させていただいた私福山への感謝の気持ちを抱いているエピソード、放送後も続々と届いて、届いてるのかな、はい、ちょっと照れくさいんですよこういうのは、あったとしても本当だとしてもね、はい、まあ、でもせっかくの機会なんで、いやこれはでも清水さん読んで、はい、もう照れくさいなんか、ね、じゃあ私代読させていただきますね、はい、栃木県の若さん、福山さんに感謝していることが話題になってましたので送らせていただきますと、はい、2010年30歳の時です、はい、人生の締めにと初めてのマラソンにハワイで挑戦しました。あ、ホノルルマラソンでしょうね。なんですかね、はい、きっかけは当時交際していた今の夫に誘われてでした。最初は高いお金払ってハワイまで行って、なんでわざわざそんな地獄体験をしなきゃいけないんだよって嫌々だったんですが、うん、練習中はずっと福山さんの曲を聴きながら走って乗り越えました。そして迎えた本番のことです。走り始めて3時間を過ぎた時に足首にとてつもない痛みを覚えて走れなくなりました、うん、そうだ、うん、リタイアを考えたんですが、その時頭の中で練習中に聴いていた福山さんの曲が浮かんできたんです、うん、頭の中でそれを歌いながら歌が思い出されなくなるまでは走ろうかと決めて、足を前に進めました。歌が思い出せなくなるまで走るっていうのは、それ気を失うことなんじゃない？危険ですよねこれね。危険な選択じゃない、大丈夫、はい、そしたら次は何を歌おうか、うん、バラードのペースの方が足に負担がかからないからいいかもしれないとか考えてるうちに、痛みのことより次の福山さん曲に意識がいって、4時間56分22秒でゴールまでたどり着けました。ありがとうございます。すごいですね。
最後は一番好きだった最愛を歌いながらゴールに入ろうと決めていて、もう何ハイに入ってるよね、いずれにせよね、はい、なんとかのハイ、うん、最愛を脳内で歌いながらゴールしたらとても感動的な涙を流すことができました。これなんか入ってる、なんか違う景色が見えてるな、ね、これおそらくマラソンを走ることはもう二度とないと思いますが、うん、幸いは今でも私の中ではマラソンの背中を押してくれた曲です、うん、これが私だけの福山さんへの感謝の思い出話です。あの時は本当にありがとうございましたっていうことです。これはね、何か違う風景、ハワイとは違う景色が見えてますね、これ目の前に極楽浄土のような何かすごい。やっぱり人間っていうのはこう脳内でこう何かをこう表現したり想像したりすることで、うん、肉体がこう追いついていくんだ ね。すごい。むしろ僕の方が感謝だよ、若ちゃん。これあれですか、福山さんはあのホットスポットとかいろいろ過酷なとこ行った時に、はい、同じようなことってありました？あるわけないでしょ。何なのその質問。いやいや、じゃあもう一つ行かせてください。はい。はい、いいですよ。行ってください。もう、はい、よくわからない質問に答えることがちょっとできなかったので、はい、お願いします。埼玉県、まさしさん。はい。福山さん、ありがとうございます。なんすか、まさしさん。私にもお伝えしたい感謝のことがあり、初めてメールさせていただきます。はい。私は福山さんに20年ぐらい感謝していることがあります。なんすか。曲とかドラマで楽しませてもらって、ラジオでも元気をもらっていることはもちろんなんですが、うん、それ以外に、福山さんの正春という名前にものすごく助けられています。おう。というのも、私の名前は、まさし、雅に志すって書くんですね。うんうんうん、です、電話などで自分の名前を伝える時のことです、うん、お名前の漢字はどう書かれますかと言われた時に、まさしのまさは福山雅治のまさですって言うと完全に伝わりますと。伝わらない率は 0% です。ゼロなんだよって書いてありますけどね。福山雅治のまさですっていう時は福山さんとの共通点があるという優越感にも浸れます。もしも福山さんがデビューしていなかったり他の漢字での雅治だったら、僕はどうやって名前の漢字を伝えていたんだろう。あなたに出会ってなかったら私はどんな暮らしをしていたんでしょうみたいな、なんかそういう甘酸っぱい恋の話みたいになってた、はい、福山さんありがとうございます。あ、はい、ところで福山さんは自分の漢字を人に伝えるとき、福山雅治のマサですって言えないのではないでしょうか。そのシチュエーションないでしょ。でも昔とかデビューされる前、うん、あの電話とかであの自分の名前を伝えるときにどう伝えてましたね、その雅の部分は。あ、清水さんさ、僕は何回も言ってると思うけど、はい、あのデビューする前の話でしょ、はい、僕ねズバリ言ってもいい、はい、電話なかったから。何笑ってるの。電話なんかないよ、固定電話なんか、携帯電話もない時代です。まあまあそうですね、はい、僕が、はい、ね、誰か人と連絡を取るときは、はい、のろしかホラガイですよ。あとはハトですよ。電車バト。あとは地上絵ですよ。嘘ですけどね、はい、でも電話も何もなかったんで、まあ、自分の名前を電話で人に伝えるというシチュエーションがそもそもなかった。まあ、他にこう例題書いてありますけど、雅表せんだったら優雅とか画上園とか。まあ、画上園は東京に限るよね。そうですね。はい。わかんないですもんね。いやいや、よかったです、よかったです。はい、まさしがそう言ってくれてるんだったらもう、むしろ俺の名前を付けてくれた人に感謝だね。ああ、はい。僕の名前を付けてくれたのはね、父親はもちろん、その、決定するにあたり入ってんだけど、父親の妹と相談しながら、だった記憶がある。お父様の、あ、俺の記憶じゃないよ、俺聞いたの母ちゃんに、はいはいはい、誰がつけたのと。母ちゃん誰がつけたのって、うん、知らん、知らんってなんや。だってあんたがさ、うん、4000グラム以上で生まれてきたけんさ、うん、私はもう1週間以上もひどい目にあって入院し大変やったとよ、はい、もう足のくるぶしのとこまで内出血して、もう私はもう死ぬかと思ったよって、はい、まあ、実際そうだったんだろうね、うん、死ぬ思いで、うん、死にそうになって産んじゃったんだろうね、うん、だからもう1週間もずっともう入院ですよ、うん、でほら名前って決めなきゃいけないじゃん、はいはい、提出しなきゃいけないでしょ、うん、だから私はもう後で聞いたという、はいはい、そっか、お母さんもそこに加わることなくね、そう、はい、で父ちゃんと父ちゃんの妹だったっけな、うん、
決めたっていうふうに聞いたけどね。まあ、とにかく父親は雅っていうのは入れたい、雅っていう字は入れたいっていうのは言ってたそうです。はいはい。まあ、だから父ちゃんかな、だから父ちゃんじゃない、雅氏的にも、うんうんうん、感謝の方向っていうのは、うん、ありがとうございます。まあ、といった数々届いてるんですよね。まあまあまあ、ちょっと、まあ、はい、無理のないところでね、皆さん無理やりそんなこうあれですから、はい、やるもんじゃないですか。自然な形。花お送りしておりますが、はい、ここにもメールが。そうなんですよ、うん、紹介させてください、うん、神奈川県横浜市のエミさん、うん、今日はマシャありがとうと感謝の気持ちを伝えたくてメールしました、うん、私は4月23日放送の福のラジオでピアノの練習が好きになれないと相談させていただいた小学生の母です。あ、はいはい、ありましたね。娘はマシャにアドバイスしていただいたのがすごく嬉しかったようで、あら、それまでいやいややっていた練習も前より楽しく練習するようになりました、うん、特に発表会の連弾で弾く美しき花はお気に入りになったようでたくさん練習していました、うん、美しき花はメロディーが綺麗だね、もっと上手に弾けたらなーなんて言ってました、うん、発表会当日は親の私でも今まで参加した発表会で一番上手と自信を持って言えるくらい本当に上手に弾けていました。人生の中でベスト3に入るくらい幸せな出来事でした。マシャありがとう。いやー、とんでもないです。で、次のページ、あのお写真がありますね。うん、かわいい、うん、足がね、まだこう下までつかないから、そうですね、エクステンションというかね、うん、こうかまして途中にね、はい、綺麗なお洋服着て髪飾りもして素敵。やっぱりそのお気に入りの曲だから練習するっていうのはありますよね、はい、僕もその大して弾けはしないけど、うん、大聖堂、はい、マチネの終わりに、うん、あれはまあずっと今でもこうちょっと準備運動的に、あの大聖堂の第三楽章っていうのはよくやります。やっぱメロディーがいいんだよね、すごく曲がいいからグッとくるので、好きこそもののなんとやらっていうやつで、やっぱり好きになることが上手になることの一番の近道ですよね。いや、好きになってくれてありがとうございます。お送りしたのは福山雅治で美しき花でした。そしてエミちゃん、エミちゃんの娘さん、おめでとうございました。マサハル福山、福のラジオ。いらっしゃいませ。今日夕方4時にオープンするスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。毎回ゲストやお店のスタッフたちとスパイシーで甘酸っぱいトークとサタデーナイトの入り口にぴったりな音楽もたっぷりお届けします。お楽しみに。マサハル福山、福のラジオ。東京 FM キーステーションに全国つつ裏裏へお届け中、福山雅治福のラジオ。では本日最後はこちら。お時間よろしいでしょうか、福山社長。新入社員や若手社員などから届く相談、社会人の先輩として、一人の先輩として受け止めていきたいと思っております。まあ、受け止められるかちょっとね、わかんないんですけど、まあ、何かご相談があれば。
鹿児島県の正体絶対バレたくないマンからね、まあ、20代ってことにしておきましょうか。じゃあ、こんにちは。毎週楽しみに拝聴させていただいてます。ありがとうございます。今回どうしても福山社長に聞いていただきたいことがあり、初めて投稿します。はい。私の職場は年齢層が極端で、20代半分と40代以上が半分です。私は20代の中では最年長で、副班長の役職、後輩が10人以上いて技術指導も行っています。そして今年新しく来た上司が細かいことを言うので、それに対応する後輩のメンタル面などにも特に気を使っています。それなのに50代の上司から、お前はプライドを捨てきれていない、もっと自分に厳しくしろ、その背中で後輩を引っ張れ、お前の一挙手一投足を見ているからな、いいか、などと説教されます。散々昔はこんなことをしたなど、今ではコンプライアンス的に考えられないようなエピソードを自慢げに話してくる上司です。そんな人にどんなことを言われても腑に落ちません。確かに言われてることは間違ってないような気もしますが、そう言われて腹が立つ自分は間違っているのでしょうか。ここがプライドを捨てきれてないってことなんでしょうか。捨てるにはどうすればいいのでしょうか。捨てた方がいいのでしょうか。プライドとは何なのでしょうか。そもそもプライドとは、ぜひ福山社長教えてください。まあ、要するにその若手の中では最年長なんで、若手を任されて託されてるわけね、副班長として育成をとかまとめをね、なんだけど、そのできてないんじゃないかお前はっていうのがあって、結果が上がって成果が出てないんじゃないかっていうのがあると。でその結果が伴っていない時に、なぜならそれはお前はそのプライドを捨てきれてなく、お前のそういうタイプだから結果がこう出ないんだっていうことを言いたいわけですよ、上司は。そうですね、プライド、ズバリ言ってもいい？正体絶対バレたくないマン、そのままでいけ。キャラだから、はい、これ、ね、無理なんですよ、このプライドをかなぐり捨ててまでっていうのは、はい、それってなんかこう、あ、いつもこうだったバレたくないマンさんが俺たちのためになんか違うキャラになってくれてるな、なんか違うことやろうとして自分を変えようとしているなっていう、その過程を評価してもらう行動ですよね、はい、そもそもプライドを捨てろっていう言葉ってもうなんか消耗し尽くされて意味がよくわからない言葉になっちゃってるんだけど、プライドは持ってた方がいいんです、プライドを持ちながら、要はやり方、言い方、伝え方をどうアップデートしていくか、最適化していくかっていうことなので、キャラはそのまま、キャラって変えられないので、ね、いきなりなんかちょっとこう、おいっつってこうなんか肩組んでさ、はい、ウェイ、やろうよウェイ、一緒にさ、はい、明るく行こうよ、ウェイ、あウェイとかって、ならないよ。ならないですね。で、その、間に挟まれてるからね、今ね、はい。今年新しく来た上司が細かいことを言うので、それに対応する後輩のメンタル面なども特に気を使っていますっていう、はい、こう、調整型の人なのよ、多分。この正体絶対バレたくないマンは、ね、はい。リーダータイプというよりは、どっちかっつうと、調整型。はい、まあ、副班長ということで、その役職としても、調整がうまいな、いろんなことのこう、バランスとのがうまいなっていうことで、そこに選ばれてる。はい、のかもしれない、この感じを見るとね、うん、ただそこでまあ分かんないよ、その上司が期待を込めて、はい、お前ぐらいそのいろんなことがバランス取れたり、うん、上と下をつなぐのが上手だったり調整できるんだったら、うん、もうちょっとキャラクター的にもとか、うん、あと仕事のやり方とかも、うん、もうちょっと変えたら、うん、もっとさらに会社にとって非常に重要な、人物になっていくし、なっていってほしいっていう期待を込めてのラブのあるアドバイスだったら多分、バレたくないマンも納得できるんだと思うんだけど、はい、そうじゃない
ただの説教になってるから納得できないんだろうね。うん、そうですね。要はほら、自分が尊敬してる人とか自分が好きだなと思う人に言われたらこういうことってスッと入ってくる。入ってきますね。はい。自分が嫌いな人、気が合わないなと思ってる人、うん、苦手な人から言われても、うん、それがどんなに正論で、どんなにすごいアドバイス、自分にとって本当に有益なアドバイスだったとしても、嫌な人から言われるとそのアドバイスって使いたくないんだよね、人間は。はい。うん。だから、まあ、そこじゃない？この文面の中だけの情報からプロファイリングしていくに、うん、僕が思うのは、まずは、その、バレたくないマンと上司の関係性が、一番、解消すべきポイント、問題で、うん、プライドを捨てる捨てないっていう、プライド論じゃない。うん、これはプライドを捨てる捨てない論じゃないし、プライド論の話でもなく、うん、まずは上司である、その新しい上司と、バレたくないマンの相性がどうなのかっていうことが、うん、多分、問題の根本だと思います。そうですね。はい。で、会社員なので、上司とうまくやっていこうよ、やっていかなきゃ会社員としては難しいよねっていうのは、まあどうなんでしょう。今までの日本社会ではそうだったし、はい、まあそういったところは今後もまあ続くんじゃない。どれだけコンプライアンスだ。コンプライアンスとして、パワハラだとかモラハラだとか、いろんなハラスメントが制御されるようになってきてはいるものの、まあそれでも制御できてない部分っていうのは残っていたり、やっぱり上司部下っていうその組織図の作り方だとどうしてもやっぱりこういう関係性になっちゃうよね。そうですね。組織的な動きをするっていうのはね。うんうん、なので、まずその新しい上司と会うか会わないか、うん、会わせられるかられないか、うん、まあここがそのプロ部下としてどんなに嫌いな上司でも何か一個だけ好きなとこを見つけて、はい、そこを軸に相手と付き合っていくか、うん、プロ部下として生きるならね、うんうん、そういうとこかな。僕が今この文面から推察したプロファイリングできたのは、うんうん、結論、プライドは別に持ってていいと思うし、これは根本はプライド論の話ではないと思います。バレたくないマンと上司の関係性をいかにいいものにするかということがテーマだと思います。もう一度問題の本質を自分でも確認してみてはいかがでしょうか。東京 FM キーステーションに全国38局をネット、福山雅治福のラジオ、エンディングのお時間です。さあ、お知らせですね。まずはですね、福山冬の大感謝祭その20、 F モバ選考をやっております。7月27日までです。まだな方はぜひともご応募いかがでしょうか。さあ、ここでまた新しいお知らせ、もうお聞き及びかもしれませんが、完全新作スペシャルドラマがございます。ガリレオ禁断の魔術放送決定。沈黙のパレード公開翌日の9月17日土曜21時、ガリレオスペシャルドラマの放送が決定いたしました。私、福山ガリレオ先生こと湯川さん。で、共演にはですね、北村和樹さんなんですけど、今回新たに新人刑事として、牧村智香という新人刑事で、荒木優子さん、参加でございます。ぜひともお楽しみに。こちらの内容、映画沈黙のパレードの4年前に起きたある事件を描きます。ぜひとも。長崎クスノキプロジェクト平和のバスデザインコンテスト開催決定です。平和のバスというですね、長崎バスをラッピングして、街中を運行するバスがあるんですけれども、こちらのラッピングするためのですね、絵をですね、募集しております。今年は全国の小学生を対象に募集しますので、たくさんのご応募お待ちしております。選ばれた作品のデザインはラッピングバスとして、今年の12月から2023年3月まで長崎市内を運行する予定です。詳しくは長崎クスノキプロジェクトのサイトをご確認ください。クスノキプロジェクト被爆樹木キーホルダー受注販売決定です。被爆クスノキをはじめ、現存する被爆樹木の廃材に新たな命を吹き込み、サスティナブルなアイテム制作を主軸としたクスノキプロジェクト、
今回ですね、9回目となる被爆樹木キーホルダーの受注販売が決定いたしました。こう選定しないとですね、あの被爆樹木を選定しないと倒れちゃったりとか、あと隣のあのお宅にこう伸びていっちゃったりとかするもんですから、被爆樹木大事に大事にね、77年経っても今も立ち続けてる、原爆の熱線熱風を受けても立ち続けてる、その樹木を大切にするためには、まあ、剪定することも必要で、その剪定剤からキーホルダーを作って皆さんに販売しております。こちらこのキーホルダーの純利益はですね、被爆樹木の保全保護 PR 活動に使わせていただいております。ご参加よろしくお願いします。8月6日から、受注受付開始でございます。よろしくお願いします。9月上旬以降に抽選とともに、随時発送いたします。その他各もろもろね、様々な新しい情報を発信しておりますけど、福山さんのオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しておりますので、詳細はそちらでご確認ください。福のラジオ、いつでもあなたからのメッセージ待ってます。番組ホームページからどんどん送ってください。そして私福山のラジオ、毎週月曜から金曜の24時からはジェットストリームもお届け中。さらに東京 FM のオーディオプラットフォームオーディでは地底人ラジオもお楽しみください。では今週の一言本音です。僕魚大好きなんだけど、はい、魚の小骨がとにかくそのちょいちょい刺さるんで、はい、だからアジとかイワシとかが、うん、あとサンマか、ね、はい、サンマってどうやって食べる？骨全部取る？取ります。まず最初に取っちゃいます。お腹のは取る？お腹のやつ取ります。取ります。お腹の小骨も、うん、取ります。取ります。あれバリバリ食べる人いるでしょ？います。あれできないんだよね、俺。ね、だから僕ね、タチウオ好きなんですよ。あ、もう小骨多いですもんね。タチウオ好きなんだけど、骨が多くてね、はい。だから3枚におろしてもらうんだけど、お店で買いに行くときなんかは、はいはい、うん。でもね、おろすとね、ちっちゃくなるんだよね。そっか。確かに。うん、すごいちっちゃくなるのよ、はい。あ、結構脂乗ってていいじゃんって思ったやつが、はいはい、すみません、これを、これ3枚におろしてもらっていいですかってお願いして、うん、はい、わかりましたっつって、おろすのちょっと時間かかるから、別の買い物して、はいはい、まあ、10分ぐらいしたら戻って、もらうんだけど、うん、ちっちゃくなったなぁと思いながら。まあ、骨がついたまま焼いて食べてもいいんだけど、うん、全部外してから食べるから、はいはいはい、なんかもう、ほぼタチウオの形してないんだよね。なるほど、なるほど。ほぐし身みたいになってて、はいはいはい、それも違うなぁと思って、うん、まあだからね、お寿司屋さんとか和食屋さんというのは、本当にいい仕事してるよ。いや、細かい仕事されてますよね。本当にすごい。いやー、もうその日本のそういう料理人の手仕事、うん、仕込み、うん、ってのも本当に感動します。はい。今日ね、これから仕込みとか仕込み中とかっていう、うんうん、まあ日本料理だけじゃなくね、うん、美味しい料理作ってください。もちろん家庭料理も、うん、ね。ここまでのお相手は福山雅治でした。ではまた来週この時間まで、セームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。